去年は確かね一心不乱って書かせていただいたんです。で今年は我が中の一致団結ってこと、当然ね今のコロナウイルスの問題もあったりするけど、とにかくチームが一致団結で、勝利に向かってっていう、そういう意味ではこうやって書かせていただいて、実際自分はプレーできるわけじゃないんだけど、このスローガン書くことによって選手の皆さんと一緒にこうプレーをするような、そんなイメージっていうかね、自分の中では思いで、書かせてもらいました。なかなか活字と違ってこの手書きの筆文字っていうのは微妙にこう思わぬところで変化したりかすれたり割れたりっていう、そういうのもなんか一個試合そのものの面白さっていうのかな、そんなその筆文字の楽しさ難しさも含めて今年もね書かせていただいて、どうかチームのご健闘を心からお祈りしたいと思ってます。